ゼビア・ヘンリーは、ベルギー・ヘント生まれ、アメリカ合衆国、オクラホマ州オクラホマシティ出身の、元バスケットボール選手。ザビエル・ヘンリー、あるいはザビエ・ヘンリー、と表記されることもある。ゼビア・ヘンリーは、バスケットボール選手だった父・ゲイリーが、ベルギーでプレーしていた時に、ヘントで生まれ、オクラホマシティで育つ。高校も地元の高校で活躍し、2009年の、マクダナルズ・オール、 アメリカンゲームのメンバーに選出されるなど有望株として注目された。大学は両親の母校でもあるカンザス大学に進学。一年生ながらレギュラーとして活躍した。一年プレイしただけで2010年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。全体12位でメンフィスグリーズリーズに指名された。2012年1月4日、三角トレードで ニューオーリンズ・ホーネッツに移籍。しかし、出場機会に恵まれず、契約は3年で打ち切られた。2013年9月5日、ロサンゼルス・レイカーズと1年契約。翌年7月25日に、レイカーズと再契約するも、11月24日に、練習中に、左足アキレス腱を断裂重傷を負い、28日に解雇された。2015年10月16日、 ゴールデンステートウォリアーズと契約するも4日後に解雇され参加のサンタクルーズウォリアーズに提携選手として送られ1シーズンプレイしたレギュラーシーズンありがとうございます